写真拡大。巨人 3-2 広島、23日、東京ドーム。今季初スタメンの巨人、北村が決勝の二塁打を放った。1番、2塁で起用され、1-1の5回西1塁で、ジョンソンの直球を捉え、中越勝ち越し二塁打。緊張もしたが、思い切ってプレーしようと臨んだ。なんとか打球が伸びてくれた。思いを込めて走りましたと、殊勲の一打を振り返った。